はい、今日はこちらです。はい、今年の夏モデル、まあ、ドコモから出た富士通のアローズ携帯なんですよね。はい、中の人ウォーです。まあ、普通の携帯なんだけどね。まあ、ガラホですよ、ガラホね。まあ、結構仕事でも使われる。まあ、結構蹴り合いする人も多いし、まあ、だからか結構ドコモらしく大人っぽい雰囲気のモデルが登場したなという印象があります。はい、こんな感じ、なかなかいいよね。うん、そんな感じで、プッシュボタンも使えるし、まあ、それでヒンジが開くし、色3つあって、シルバー、ブラック、レッド、ユニセックスで使えるようなそんな感じもするしな。うん、これはこれで悪くないし、使い勝手においてもやっぱり富士通らしいからね。